皆さんご無沙汰しています。ポテトです。私生活でいろいろあって、前回の動画からなんやかんやで約半年経っちゃいました。この半年間オーバーウォッチは全くできていなくて、最近復帰できたので練習している段階です。詳しい解説動画はまたおおよいやるとして、今回の内容はタイトルにある通りキャラのパワーバランスがバラバラという内容になります。早速話していきましょう。キャラのパワーバランスは何かというと、キャラパワーはそのバージョンでメタになるかならないかの指標であり、キャラのパワーバランスとはゲーム性とキャラ性能の兼ね合いの指標です。動画の結末を先にまとめると、OP と評されるキャラはある程度メンバーが決まっているが、メタに全く上がらないキャラはそもそもオーバーウォッチ2というゲーム性に合っていないという結論になります。タンクの方が分かりやすいのでタンクで具体例を出してみます。タンクの中でメタに上がる OP だと言われているキャラは何があるでしょうか。オリーサ、ザリア、シグマ、ジャンカンクイーン、ドゥームフィスト、このキャラはメタに上がったり評価されやすい性能になっていますが、ウィンストン、ラインハルト、ロードホックはそれらに比べるとあまり話には上がりません。ロードホックに関しては全く話に上がりません。このことから分かるのは、先に挙げた5人のキャラはパワーバランスとして成立しているが、ロードホックのようなキャラはパワーバランスとして成立していない。分かりやすく言うならば、ピックするだけでトロール、先般扱いされる性能ということです。パワーバランスについてある程度理解できたと思うので、各ロールから1体ずつパワーバランスが崩れているキャラを挙げたいと思います。僕個人の考えであって、そのキャラに対して非難しようとか圧力をかけようという考えはないのですが、不快に感じたらすいません。タンクロードホック、機動力がない。アーマーやシールドといった耐久力がない。体力が無駄に多いだけなので敵のウルトを貯めやすい。回復は敵のものの、自分の対して強くないウルトを貯めるだけでサポートの強力なウルトを貯めることができない。火力が微妙。フックのスキルパワーが低い。ダメージ、ウィドウメーカー、ミクロ面では最強格だがマクロ面は最低。200族を倒して初めて仕事ができている。正面火力が足りないので味方の前線が崩壊しやすい。瞬間的なポーク火力はあるが、だいぶやらしさにめっぽ弱い。200族を抜けないんだったら足の方が数倍火力が出る。サポート、マーシー、自分でダメージは出せないので仲間の依存度がかなり高い。ポケットするよりもゼニアチーコでポークした方が火力も出るしヘイトも稼げる。ウルトの範囲回復がルシオのブーストよりひどいぐらいの差しかない。ウルトがウルトとして機能していない。味方のカバー性能がサポートとして最低。ということで、今回はキャラのパワーバランスについて話していきました。これからまたこんな感じで変わった内容を発信していくのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。